どうも皆さんこんにちは番でございますイェーイお誕生日にもらったオーバーオールを着てるすごいやっぱり農場の人感農場の牧場っぽいよねどっちかって言うとねそういう感じがいたしますお元気ですか今日はですねえツイッター、Twitter、で質問あったら聞いてみてちょうっていうお話をしたところ結構あのえー、皆さんによっと いろんな方に質問いただきましてですね、えー、その回答をしていこうって思っています。長くなるぜ、今日もっていうふうに思ってますね。さあ、行きましょう。えっ、ー、とね、最初ね、最初、あの、スーさんっていう前から仲良くしてる、えー、お友達から来たんですけど、あ、これ逆か。回答を書いてくれたのね。僕ね、ツイッターで YouTube で初心者向け動画いるから何か質問あったら教えてちょうって書いたのね。 でち,ちなみにで書いておいたんだけどその俺はなぜ JPEG はなぜ JPEG はローみたいにホワイトバランスが変更できないのかっていうのが本当わかんない、ね、で話としては JPEG はもうその,そのとこにスーさんが回答してくれてそれ,はそれはそれでおっしゃる通りなんだけど JPEG のホワイトバランスがあまりいじれないのは画像データになっちゃってるからじゃないでしょうかっていうのはわかるんだけど逆に逆で俺が疑問に思ったのって。 どの道 JPEG もビット数を下がっちゃってる。8ビットになってるけど、3チャンネルでしょ ?RGB でしょ元のローのデータも RGB じゃないの ?3 チャンネルじゃないのその光がまあこれいいか。そのは <laughs> そこね、細かいところがわかんなくて、その話としてよくあるじゃん世の中ってそういうことってさ、それはそういうものなんだよっていうしかないところがあって。例えばさ、子供はどうやってできるのって聞いたときに、自分で実際にこう顕微鏡で見て、 こう卵子に精子が受精してこうねそのその受精卵になってとか「見たんかお前」っていう話になるじゃん見てないわけじゃんそういうこう分かるんだけどスーさんが回答してくれたのはこう全然合ってると思うのだけどなんかこう一個リンクがつながってない感じがしてでもそれを知ろうと思うとね多分デジタルの信号を自分で見られるようにがっちり勉強していかないといけないのでそこじゃねえなっていうふうに思って。 に追いいい求めていないですけどね前ね、ごめん、いきなりのっけから余談で申し訳ないんだけどあの、自分でロー画像を作るっていうチャレンジをね、どっかのブログでやってた方がいて、センサー、デジタルのセンサーを自分で作るっていうチャレンジをされてた方がいて、ものすごいエキサイティングだったのね、面白いなと思いつつ、途中からもう全然ついていけない話になったんですごいことやる人がいるんだなって思ったぐらいで話を終わりましたね。 あのトースターを作ろうって言って鉄鉱石を掘るとこから始めた人みたいなそれぐらいの感覚で俺からするとそういう感じですねそのね水が100度で沸騰するとこでても本当に見たのかよとかっていう話になる感じね両方大事だと思うそういうことだよねそういうことだよってしておくのも大事だしで次の質問が千野さんっていうまたお友達から来たんですけどすごい難しい質問でこれも俺答えられない系列で答えられない質問に回答する動画を作ってどうするんだって思うんだけどあのー カメラマンって言ってもこんなもんだよっていうのをみんな知ってもらえればいいとだ,だからビビることないぜっていう、えー、ひよこを応援する意味でもわからないことは分かりませんでね質問の内容はね AF エリアが1点ではなく広い範囲の時にどうやって実際のピントを合わせる位置が選ばれて,選ばれているのか分かりません基本栄養にやってくれて時には外すもんっていうくらいの理解しかありません 範囲の中で一番手前って決まってるわけでも必ずしもなさそうですしっていう質問で、えー、私も同じレベルですつまり回答なしあのねメーカーによってどうも違うらしくて初期の頃って例えば何て言うんだろう一眼レフデジ,タデジタルになる前から一応あるかオートフォーカスはまあぼ僕の場合リアルな実体験から言うとデジタル一眼レフを持ってで即拠点が真ん中の方に固まってるね即拠点ってねひよっこの皆さんに分かるように説明するとピントを合わせるところ っていうのが真ん中の方に寄ってたんですよ一眼レフの時ってでそれできれば広い方がいいんだけど技術的コスト的な問題でねその高級機しか画面上の,その広い範囲に即拠点オートフォーカスポイントねを合わせるところっていうのが散ってなかったで、まあ、一眼レフの時はオートフォーカス用のセンサーと撮像用の写真撮る用のセンサーねと別々になってたりとかいろんなことがあったらしくてもちろんミラーレスは一緒になっていたのでその即拠点が 真ん中の方しか固まってないでも複数あるからその中でカメラがオートモードみたいなやつがあってカメラがその中でもどれか自分でカメラが判断してくれるモードっていうのがあったのよオートフォーカスエリアっていうことかなそのピントを合わせ続けるちょっと待ってオートフォーカス一応説明しようかオートフォーカスに関するカメラの設定っていうのはざっくり言うと2つあってオートフォーカスをオートフォーカスって半音するとピピッて合わせるじゃん 久にに俺初心者モードになってるわピピって合わせるんだけどそれをピピって半押しした時だけ合わせてその後もう被写体がどうなろうとピントは動かしませんよっていうモードとそれと被写体が動いた、まあ、犬がこっちに走ってきたとかっていう時に一緒にムイ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 合わせ続けてくれるモード AFS と AFC って言ったりワンショットと AI サーボって言ったりするんだけど、まあ、その2種類あるよねそういうのって AF モードって言われるやつかな。 どういうふうにピント、いわゆピントを合わせ続けるか合わせ続けないかっていう設定がまず1個と、もう1個、画面上のどこにピントを合わせるかっていうのを撮る人が決める、カメラが決める、でそれをどれぐらいの範囲にするとかっていうのは、それでカメラによって全然違うのよで。その2つの設定があるんだけど、今お話をしているのは後者の方ね、どこの画面上のどこにピントを合わせますかっていうのが、カメラの 機能によりどれぐらい端っこの方まで合わせられるかっていうのが決まっていたりするしそれをチェノさんの質問に関しては画面全体からカメラが選んでくれるモードってまあ最近あるじゃないですかミラーレスだと特に必ず搭載されてると思うんだけどそれに設定した時どうやってカメラはそれが被写体だって判断してるのっていう質問なんですけどわかりませんマジでわかりませんこれはで使ってみるとね原始的なものほど これ例えばピピって合わせたときに、これ今録音してないマイクなんだけど、ピピって合わせたときに、近いものにまあピントが来るらしいなっていうのが一番断トツですね。たい被写体って大体一番近い近くにあるものじゃないですか。大体の場合。だからそういう風なアルゴリズムになってることが多いっぽいなって思ったりするんだけど、これね、エラーがあったりするから、 カメラが一番近くにあるはずのものにピントを合わせられなくて向こう側に抜けてることっていうのピントがね抜けてることっていうのもあったりとかするから正直ねその分かんないの <laughs> 分かんない質問も全然ありますっていうことでですね世の中分からないことの方が多いよっていうことの実例でしたねで僕はこれなんで質問いい質問なんだけどなんでいい質問だと思ったかというと結局 ピントは自分で合わせないとカメラさんに任せると今、今可愛いい猫来たっていう時にこう画面全体からこうなんていうのカメラが勝手に選択してくれるモードにしておくとワイドエーフとかそういう名前にしておくとその猫にガーンってピントいってくれるとは限らなくて結構スカーって外れて後ろのコーラの自販機とかに行ったりするんですよ。 そういういことがよくあってでカメラも説明書をカメラメーカーも説明書にこう猫が来たら猫に合わせるようにとかっていうことは何も書いてないのでまずねまずカメラがその猫を被写体だって認識してくれるかどうかとそれの次に合わせられるかどうかの問題っていうのが両方2つ立ちはだかってきちゃうんで自分でこうまあ何かこうジョイスティックなりなんなりで自分でグリグリってやってここにピンと合わせてくれって言えば猫だろうがなんだろうがとにかく あの最初の何が被写体かどうかっていうのはキャンセルされてこれこっちが指定するからマニュアルで指定するからでもう一個の問題の合わせられるかどうかについてはカメラの問題になってくるのでえ一個ハードルが減るのねっていうことがあってオートモードはあんまり使わないですねでねややこしいのもう一個説明しておくと最近僕はあのニコン Z6 っていうカメラを使ってるんですけど Z6 は画面全体から好きな 好きなっていうか画面全体からカメラがここだと思うんだよねっていうのにピント合わせてくれるモードと人によってはねものすごい芝生の上の選手一人とかサッカー選手一人とか絶対合うからサッカー選手にそこは大し,た大したもんなんだけど僕みたいにごちゃごちゃのものを撮るときは結構ね糸の通りにいかないときが多いからまず使わないでその次何が起きるかっていうとカメラのねあの機能としては画面の何パーセントぐらいだろうな 画面の2320%ぐらいかなこう大きめの四角で大きめの四角が表示されてワイド AF だったっけなワイド AFL? 多分その中でカメラがその要は大枠でこの辺に被写体があるんでっていうのを撮る人がグリグリって設定すればその中でここですよねってカメラが細かく合わせてくれるモードっていうのもあるねでそれにさらにもう1個ちっちゃい真四角が出てくるワイド AFS だとも多分 っっててやつがあって同じようにある程度のこう画面がこれぐらいあったらこれぐらいの四角がもうちょっとでかいかこれぐらいの四角が出てきて自分でグリグリって動かしてその中でカメラがどこここですよねって合わせてくれるモードで顔認識瞳認識をオンにしておけばその中であこれは顔ですねって言って顔に合わせてくれるモードみたいなやつもあるんでうまく併用していけばだいぶ楽ができるんだけど結局ね結局いつもここ,こって合わせるモードばっかり使うし 最近あの中央1点前ねあの過去のこの YouTube で解説してる動画を振り返ってもらうとあの僕が中央1点で AFS ばっかり使ってるよっていう回答をするのが何回も多分出てくると思うんだけど基本変わってない基本変わってないんだけどちょっと動かすね最近はちょっとグリグリって動かすようにはなってるで端っこの方に例えば三脚で撮ってるかのように そのだろう被写体が端っこの方にピント合わせたいものねが端っこの方に行くきにそこにグリ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 ってこう画面上で EVF とかで見てピント即拠点を動かしておいて完成構図のままピント合わせるっていうのは安全そうに見えるんだけど意外とピント外れやすいんですよ。だから難しいもんで画面の端っこに持っていくと構図上そういう構図もたまにはあるんだけど僕あんまりやらないっていうのがまず第一で,で次に。 即拠点えーとね、レンズの端っこの方を使うわけでしょ、ピント合わせるときに。ピント合わせるときにレンズの端っこの方を使うと、端っこの方は周差が大きいので、ちょっとピントが合いにくいことが多かったり、暗いからっていうのもあると思うんだけど、過去の経験上、あんまり合わないなって思ったことが多いんですよ。打率が低くなるなってことが多いのね合うときもあるんだけど、だから結局、こう、置きピンっていうやつねこう、画面の端っこに来るんだけどその、そこにピント合わせたいから、そこでピピって合わせて、 から構図をその何かが画面の端っこに来るように直して取るっていうのがまあ打率が高いなっていう感じがするので最近そればっかりやってるんですけどそれはそれでねコサイン周差っていうのは確かにあるねコサイン集差気になる人調べてねコサイン集査っていうのがあるんででもコサイン周差よりもあの即拠点端っこに即拠点を寄せてレンズの収差で失敗する率の方が高い感じがするので えー、そういうい風にしてますごめんなさい、最初からいきなりらあって申し訳ないですけど、そういう感じで、回答としてわからんという回答です。次、台北にお住まいの吉さん、カメラマン風の生き物、カメラマン風の生き物か、カメラマン風の生き物、えー、現像の正解ってどこにありますか老現像ね。初心者の方で老現像に踏み込んだ方も多分いると思うんですよ。僕は初心者のうちからやってたんで、全然あの推奨するよ。でね、老元像の 正解ってどこにありますかっていうのはすごくいい質問でこれも曖昧な回答にしかならないんだけどいい質問でえっ、ー、とね現像の正解を自分でこれが正解じゃないかなって言ってやっていくのが老現像の特に初心者のうちは目的なの。公文的にやや,こややこしかったですね。つまり初心者のうちは 何がいい写真なのか分かんないし何が適正露出なのか正しい写真の明るさねなだか分かんないし下手したらこうなんかシャッとピントを合わせた時に俺この絵で撮る時に本当にここにピントを合わせるんでよかったのかなって全部が分かんないわけよ。でみんなそうでしょ多分ひよこの皆さんは。ってなってるんだけどそれは老現像の時に。 なんんだろうロー現像って振り返るるいい機会ででもあるんですよ自分が撮った写真これで良かったのかなこれで正しかった正しい、正しくないは別にしろこれで気持ちいいかなとかっていうのを答え合わせをする機会になるんですね。JPEG だとね、撮りっぱなし、JPEG だから撮りっぱなしでこう何ていうか投げ捨てるような写真の撮り方になるとはそうとは限らないんだけど、ン元をするってことはまざまざと自分が失敗したときは見せつけられるわけで,でもちろん、 その写真脳がまだ発達していない状態年齢かけなくね写真脳が発達していない状態だとその AB って撮ってみてそれどっちが正解なのかもわかんないつまり本人の中に正解がないのよ。 だから正解に向かって写真を教えている人たまにいるんだけど先生、正解は何ですかって来ちゃう人がいて悪いんだけど気持ちは分かるんだよ楽がしたい誰でも楽がしたいから分かるんだけど俺は悪いんだけどそこを楽させるためにいるんじゃなくてあなたの中の写真回路をこう太くしていく仕事を太くするトレーニングの仕方を教えるのが俺の仕事なのだからその人の中に究極だよ究極なんだけどその人の中にこれです っていうのを育てるために初心者のうちは特に老眼像をやるといいよっていう風に思うし僕自身がそういう風だったんで,で今今んだろう例えば焼き物とかさ彫刻とかを見てあこれはいいものだなとかこれは、まあ、そうでもねえなとかこれだせえなとかって思うのはそういうそういう,こう素振りですよ老眼像とかも含めた素振りの果てに芽生えてきるところだからそれね最終的には。 今僕はのアートとして写真を売ろうどうこうってやってるんだけどそれが買う人と合ってるかどうかまあその商売ならすり合わせる必要も多分あるんだろうけどその人にとってはこれがいいんですねみたいなのも勉強していく必要ってあるでしょそれと同じようにそのある程度すり合わせる必要もあると思うんだけどまずは自分の中で ABAB ってどん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 テストしていく中でどうもこっちの方が気持ちいいかなっていうのが最初はなくても 数繰り返してていいくくうちに芽生えていくと思うで何十年撮ってても写真が上達しない人っていうのもいるんだけどおそらくその人はそういう作業をしていないから要は見る,目が見る目が育つような写真の撮り方をしていないから備わらないんだと思うおそらくっていうふうに思うので。 えー、見る力を鍛えるっていうことだね簡単に言うとねそういうことになるんで見る力を鍛えるためにもローゲンゾーやるとすごくいいよいいトレーニングになるよっていう回答なので正解なんかねえよっていうのが回答です頑張りましょう、えー、次の質問メッシーさんメッシーさん本当常連だねいつもありがとうございます、えー、カメラの液晶モニターの明るさの設定について質問させていただきます何段階かで明るさを調整できますが何を基準に決めれば良いのでしょうか またパソコンのモニターの明るさと一致していないことも気になっています。よろしくお願いします。いい質問。あのね、カメラの液晶モニター、例えば今 G99 っていうパナソニックの手首がちょっと変えましたけど、G99 っていうカメラを使っているんですけど、あのね、僕結構べた褒めに近い褒め方をしちゃうね、なんでかというと、おもちゃとしてすごい可愛くてよくできてるんだけど、液晶モニターって全然明るさ違うの。で、液晶モニターが、 EVF もそうなんだけど、えーね、EVF は液晶モニターに対して微妙に暗いんだな確かで液晶モニターはパソコンのモニターで見るのとあと実データと見比べてみるとめっちゃ明るいの、ね、よということは何が起きるかっていうと時計をあの早くしておくとちょっと早く行動できるよみたいな、ね、時計を5分早めておくと5分前行動に自然になるみたいなと同じでカメラのモニターが明るいと この明るさで OK だろうって撮ったときにめちゃくちゃパソコンのモニターで見たときに暗いのよ。で、それをパソコンのモニターで見たときに合わせて調整するっていうのはできる場合とできない場合があってつまりカメラの中の液晶モニターの明るさ見え具合設定で相対値で明るさを変更させてくれる場合もあるよね。例えばカメラがオートで 外に出た時、まあ、日中でね日中でガーンって光が当たってる時その暗闇の中で撮ってる時暗い時みたいにそ,のそういう明るさ環境の明るさに応じてカメラが液晶の明るさを変えてくれる機能もあったりするじゃないですかまあおうってそういうことだからでオートって決まっちゃってると永久にパソコンに対して暗いなとかいうのがそのまま固定になっちゃったりするんだけどオートであっても。 見え方をちょっと明るめに見せてくれるちょっと暗めに見せてくれるっていう設定ができるものあるよねありますよね皆さんのカメラ最近ミラーレスだと特にそういう機能があるんでできるんですけど一眼レフデジタル一眼レフの第一世代ぐらいその近くかなその近くから使っている人間からするとどの道当てにならないので回答はヒストグラムを見ろになるのよでね自分がいつも使ってるカメラが同じカメラばっかり使ってるなら 晴天の時はこのカメラで見え具合がこれぐらいだからあちょっと白飛びしそうで危ないかなとかっていう判断はできるようになると思うんだけどいきなりそれ初心者のうちにできるかっていうと何て言うんだろう初心者の頃ほど明るさの決め方ってざっくりなんですよ明るい暗いとかまあそれでいいんだよ本当にむしろそこから楽しまないともったいないから。 細かい十分の,の EV って単位があるんだけど細かい10分の1段単位で露出を決めたいとかなってくるのはどん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 慣れていった後の話になってくるからまずはざっくりいいと思うのねでまず気にしなきゃいけないのはとりあえずパソコンとカメラが見た感じが合っているかどうかでスタートして本当に初心者のうちはまずそれでいいと思うの。 でカメラによってめっちゃめちゃ明るくモニターが明るく見えるカメラの場合はそのモニターで見た時に液晶モニターで見た時にちょうどいいように撮るとカメラの中でアンダーになってあのパソコンで見た時にものすごく暗く見えたりするのね実際今 G99 がそういう状況でで、ね、ど僕からすると大事なのは信用できないなっていうのを学ぶことが一番大事なんじゃないのかなと思うので これの時はこうしろっていう対処はね、あんまり役に立たないと思うので。解決策としてはヒストグラムを見ろ。白飛び警告を見ろだね。先にね、白飛び警告を見て、例えばなんだろう、白いものを撮っている時に、その白いものがビッカビッカって白飛び警告って、ハイライト警告とか白飛び警告って言うんだけど、それが出てたらもう、あ、これはまずいなと思って、えー、なんて言うんでしょう。でもうちょっと暗く撮るとかね、なんとかかんとか、まあ単純に暗くなりゃいいんだけど。 っていうことをやる必要があるんですけどそれももうちょっと先に進むともっと詳細に見られるのがヒストグラムってやつなのであのぜひその辺ですね信用できないということをまず脳に刻んでそれに対してじゃあどう対処しようかって言ってまあ便利なツールが白飛び警告ヒストグラムっていうものがあるのでそこをね そこなんでちょっとハードめに見えるそれを言うかっていうとそんね白飛び警告はまだいいんだけど白飛び警告で写真に撮って白ってすごく大事なんですよ白飛び警告で白をまず意識してもらう次にヒストグラムを見ることで全体の明るさトーンの配分を見ながら気にしながら写真を撮ってもらうっていうところにでロー現像するときにそのトーンをもう一度いじくるんだっていうところですね学習の順番としてはそういうふうにトントンっていくとものすごくいい流れになっていくと思うので なので、ちょっとめんどくさい話、難しい話に聞こえるかもしれないですけど、えー、今みたいな、まず信用するなというところから <laughs> スタートしてしらうといいんじゃないかなと思いますんで、えー、回答になってないけどね、これごめんね。でも、そういう感じです。長期的な学習を考えると、それが僕の回答です。